秋葉様と防火の誓い。今から200年ほど前、江戸時代後期の文化6年、旧暦正月1日、夜中の2時ごろのことです。西町の本陣や旅籠が立ち並ぶあたりから火が出ました。折からの強い西風にあおられて、たちまち火は燃え広がって、10か所余りに飛び火し、宿場の大半を焼き尽くす大きな火災となりました。寝静まった真夜中のことでしたので、着の身着のまま逃げ出すのがやっとのことでした。人々は焼け残ったオクラで寒さをしのぎました。当時の舞坂は王冠に沿って300軒ほどの家が軒を並べていました。屋根は燃えやすい板葺きの家が多かったので、粗末な家はたちまち火に飲まれ、強い風にあおられて瞬く間に燃え広がったのです。ひとたび火が出ると手のつけようがありませんでした。舞坂は今切れの私がある東海道の大切な宿場でしたので、一日も早く元に戻さなければなりません。宿場の世話人の呼びかけでお金を工面し、問屋場、本陣、旅籠などの施設がいち早く建て直されました。人々の住む家が建て直されたのはその後のことでした。舞坂宿では20年ほど前に起きた天明の飢饉をきっかけに、困った時に備えて一軒一日一文の日掛け貯金を始めておりました。宿場の大半を焼き尽くす大火に見舞われましたが、この日掛け貯金が宿場の再建に大いに役立ちました。昔の人たちは火を恐れ、火を敬い、火を神として崇めてきました。毎日の暮らしで火を起こすことは厳かな行為であり、命をつなぐことでもありました。火を焚くおくどには神が宿ると信じられてきました。燃え盛る炎は一瞬にして尊い命や財産を奪ってしまいます。人々は火の恵みに感謝するとともに火の用心を誓いました。さて、舞坂から遠く秋葉さんが望めます。その昔、秋葉の山に三尺坊という天狗が住んでおりました。三尺坊は鳥のような羽を生やし、口はカラスのように尖っていることから、人々はカラス天狗と呼んで崇めていました。三尺坊は白い狐にまたがって大空をひとっ飛び、日本中を駆け巡って困っている人を助けました。ある日、京の都で柳の大半を焼き尽くす大きな火災が起きました。天皇が住んでいるお屋敷に火が移ろうとしたとき、一人の行者が屋根の上に舞い降りてきました。大きな羽うちわを一振りすると、たちまち火の勢いが弱まり、天皇のお屋敷は焼けずに済みました。人々が行者に名前を尋ねると、我は秋葉の三尺坊なりと名乗るや否や、三尺坊はその場を飛び去りました。そのようなことがあったので、秋葉さんには遠州の人々だけでなく、日本中から日の神信仰を集めていました。人々の火伏せの信仰は厚く、秋葉さんにつながる道は、秋葉道と呼ばれ、信仰の道となっていました。ところどころに道しるべの灯籠が立ち、地元の人が明かりを絶やさず灯していました。舞坂は家が建て込んでいるので、二度と火事を出さないようにしなければいけない。火伏せの神様として有名な秋葉の三尺坊様のお力を借りたらどうか。三尺坊様が舞坂の地に降り立てられるように、目印として秋葉灯籠を建てよう。夜には灯籠に明かりを灯して
道しるべとしようと人々は話し合いました。大きな災難にもめげず、人々は我が家を建て直す傍ら、宿場の世話人の呼びかけでお金を出し合って常夜棟を建てました。常夜棟には秋葉、伊勢、対馬の神様の名前を刻み、二度と災害を起こすまいと誓い合ったのです。暗くなると当番が常夜棟に明かりを灯して火伏せを祈り、道しるべとしました。王冠に沿って家が建て込んでいる舞坂は、ひとたび火の手が上がると大きな被害へとつながります。大火を教訓に、火の用心の心がけを今まで以上に強く持ち、秋葉信仰がさらに強まりました。江戸時代も後期になると、人々の間に信仰を目的にした講が組織されるようになりました。秋葉講をはじめ、伊勢講、対馬講が盛んになり、世話人の呼びかけで信仰を兼ねて神社や寺にお参りしました。楽しみが少なかった時代には、人々が待ちかねた行事でした。特に秋葉講は、火伏せの神として毎日の暮らしに関わりが深く、かつては年2回、秋葉参りが行われていました。12月の火祭りでお札を受けてきて、講の家々に配り、古いお札と張り替えて、新しい年を迎えるのが習わしとなっていました。おしまい。